砂漠ネズミカンガルー、他はフ、ノーズドラット、カンガルー、プレーンズラットカンガルー、または、オーエラキュンタは、かつて、オーストラリア南西部に生息していたネズミカンガルーの、絶滅種である。1840年代初頭に発見され、1843年に、ジョン・グールドによって、南オーストラリア州知事のジョージ・グレイから送られた3つの標本に基づいて記録された。 体長27から44センチメートル、尾長三35から38。体はずんぐりしており、尾はネズミガンガルーの中では最も長い。封が短く、マナカ部の幅が異常に広いため、目が離れてついているようで奇妙な顔つきをしている。体毛は柔らかく滑らかで、下毛も密生している。体の地色は、霜降り状の淡い気褐色で、背は暗く。 腹は明るい。獅子は鮮やかな台車色で、手足は白色。カンガルーのような形をしていたが、小さなウサギくらいの大きさであり、繊細でほっそりした形をしていると言われていた。頭と体を合わせた長さは約254から282と推定され、307から377ミリメートルにわたる長いテールが特徴。 その頭は短く、鈍く、幅が広く、裸の鼻、短く丸い耳のカンガルーやわらびーとは異なっていた。この種はかつて、サウスオーストラリア州のエアコの東、クイーンズランド州南西部、クイーンズランド州南西部とのオーザンテリトリーの境界にまたがる南オーストラリア州の比較的小さな地域を占めると考えられていた。 オーストラリア南部北部のエアコ東部で1935年に見られたのが最後とされる。地上生で低木が散在する、半砂漠地帯に生息する。いつも単独でいて、植物が茂っている間の地面に深さ10センチメートルほどの浅いくぼみを掘り、草や枯葉を引いて円形の巣を作り、休憩場とする。何も生えてなくて、見通しのいい場所だと、 小枝や草の茎を集めて、簡単な屋根を作るという。時々、巣から顔を出して、あたりを見渡す習性がある。性質はおとなしく、夜動き回っては草を食べる。アボリジニの話では、他のネズミ感があるほど、草の根や地下茎を食べないらしいが、前足の爪が発達しているところから見て、地下茎もよく食べるのであろうと推定されている。乾燥に強く、 水場から遠く離れたところでも見られる。不格好な割に走るのは早いらしく、一頭の個体を捉えるのに、馬三頭を乗り継がなければならなかったので、持久力も高かったとされる。この種は、ほとんどの時間オスで覆い、夕暮れ時に出現して接触。このことからそれは少なくとも、部分的に夜行性である。1935年を最後に絶滅したとされる。 原因は、キツネを移入させたことで食い尽くされてしまったと、ヨーロッパからやってきた農場経営者から干し草を食べたために、害獣として駆除したからだとされる。砂漠ネズミカンガルーは1994年に絶滅したと宣言され、それが再発見されて、再び失われた唯一の哺乳類種となった。14。SG カー。 A.C. ロビンソン砂漠のラットカンガルーカラプリンネス。カンペストリスの現状と、分布南オーストラリアの自然主義者、721997。ありがとうございます。